皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて12月前半号、はじめは千葉市政だよりの記事を紹介していく広報河原版です。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。それでは千葉市政だより12月号の注目記事を見ていきましょう。まずは一面です。千葉ポートタワーのクリスマスイルミネーションですね。ここにしかないツリーがある。確かに千葉市ならではの素敵なツリーです。皆さんはどなたと見に行かれますか。ということで2面をご覧ください。さあ光と幻想の街へ、イルミネーションの季節になりました。千葉ポートタワー中央公園幕張新都心で開催されるおすすめのイベントを紹介します。はじめは一面でもご紹介しました千葉ポートタワーです。12月25日火曜日まで千葉ポートタワークリスマスファンタジーを開催しています。日本夜景遺産に認定された千葉ポートタワーのイルミネーションツリーが皆さんをお迎えします。期間中は17時からイルミネーションツリーの点灯やイルミネーションショーをはじめ、土曜日日曜日12月24日25日の17時15分から光に照らされたシャボン玉が幻想的な世界を演出するシャボン玉イルミネーションを開催します。また千葉港の幻想的な工場夜景とイルミネーションツリーを船上から楽しめるイルミネーションツリーと工場夜景の特別ナイトクルーズも開催します。開催日は12月22日土曜日から25日火曜日までです。参加人数は各先着100人、料金は大人1000円、小中学生500円です。また港イルミネーションと題して2月14日までケーズハーバー周辺でもイルミネーションが楽しめます。ぜひお楽しみください。次は2月3日まで開催の千葉都心イルミネーションルミラージュ千葉2018です。中央公園プロムナード中央公園キボールをイルミネーションが彩ります。また通り町公園には提灯をおよそ180個点灯します。そして12月28日まで開催の幕張彩りイルミです。幕張新都心でイルミネーションやイベントが行われます。写真を撮ってハッシュタグ幕張彩りイルミでインスタグラムへ投稿してください。入賞すると素敵な商品がもらえます。この機会にぜひ千葉市の素敵な夜景をお楽しみください。さあ続いては11面をご紹介しましょう。さらば受動喫煙です。12月号では3面にわたって特集をしています。受動喫煙とは他人のタバコの煙などを吸ってしまうことです。深刻な健康被害をもたらす受動喫煙を防止するため健康増進法が改正され、多くの人が利用する施設は原則として屋内禁煙となります。さらに市では自ら受動喫煙を避けることが難しい子どもや飲食店の従業員を守るため千葉市受動喫煙の防止に関する条例を制定しました。受動喫煙をなくすために皆さんのご理解とご協力をお願いします。今回は編集亭ジータが受動喫煙とおさらばする道をご案内いたしましょうと言っています。早速見ていきましょう。はじめにあっと驚く受動喫煙の健康被害です。タバコの先から出る副流煙には喫煙者が吸う主流煙より多く有害物質が含まれており、受動喫煙を受けると脳卒中、肺がんなどの病気のリスクが確実に高まることが科学的に明らかになっています。受動喫煙による年間の死亡者数は全国で推計およそ1万5000人で、交通事故による死亡者数およそ4000人を大きく上回っています。そして受動喫煙を受けやすい場所はです。表をご覧いただくと多くの方が飲食店で受動喫煙を受けています。屋内で長時間の受動喫煙を受けやすい飲食店での対策が重要です。お医者さんに聞いてみようでは、受動喫煙は命の問題や煙はなくても受動喫煙は起きる、吸わない人も吸う人も
受動喫煙から守られるためにをテーマに、棚村内科小児科棚村雅子医師に伺っています。棚村先生は、受動喫煙は匂いではなく命の問題ですや、タバコを吸い終わった後の三次喫煙について、そして受動喫煙による健康被害を防ぐ最も効果的なのは屋内全面禁煙など、医師としての見解を述べています。ぜひこちらもお読みください。続いては12面13面です。12面では受動喫煙を防ぐためにと題して、千葉市受動喫煙の防止に関する条例についてお伝えします。はじめは、多くの人が利用する施設の屋内は原則禁煙になりますです。市では、従業員がいる飲食店を客席面積にかかわらず原則禁煙とする条例を制定しました。多くの人が利用する施設では、以下の喫煙できる場所以外は喫煙禁止場所となります。2019年夏頃には、行政機関の庁舎、病院、学校、児童福祉施設などが原則敷地内禁煙となります。また2020年4月1日からは、事務所や飲食店などで原則屋内禁煙となります。さらに、未成年の方は喫煙可能な部屋に立ち入りできません。なお、違反した場合、罰則があります。皆さんのご協力をお願いいたします。さあ、次は13面です。事業者向け支援制度を紹介しています。市や国では、飲食店の屋内禁煙化に合わせて、壁紙交換などの内装改修を行う場合、工事費などの一部を補助する飲食店禁煙化補助金や、中小事業主が受動喫煙対策として一定基準を満たす喫煙室などを設置する場合の費用の一部を助成する受動喫煙防止対策助成金を行っています。ぜひご活用ください。その他、これだけじゃない、市のタバコ対策として、あなたの禁煙を応援しますとして、子どもを守る禁煙外来治療費助成や禁煙サポートを行っています。この機会に禁煙をとお考えの方、ぜひチェックしてみてください。編集亭ジータも言っています。今回ご紹介した対策を進めれば、いずれ受動喫煙という言葉も煙のように消えるでしょう。お後がよろしいようで。さて、続いては市内で行われた出来事などを紹介する映像トピックスのコーナーです。今回は、千葉市動物公園での年に一度の動物文化祭、千葉ズーフェスタの模様です。ご覧ください。動物や動物園に関する文化芸術活動の発表の場として行われている千葉ズーフェスタは、動物公園で10年を超えて毎年開催されているイベントです。会場には展示ブースが設けられ、千葉市や動物に関わる団体協力を受け、今年も多くの来園者でにぎわいました。パフォーマンスステージでは、来園者に楽しんでもらおうと、千葉市動物公園 PR 大使特任広報宣伝部長の飼育員が歌ありコントありのトークショーを行いました。飼育員は宣伝部長に就任後初めてのステージで、トークショーでは千葉市出身のお笑い芸人ラムと一緒に動物公園の雑学で会場を沸かせました。このロゴマーク、ちょっと傾けてもらっていいですか。千葉県の形になってるんです。すごくないですか。ズーフェスタの名物として定着してきたアニマルコスプレコンテスト、今年は14組が参加しました。尻尾がカラフルなカンガルーやコアラとナマケモノのコラボレーションなど、ステージでは家族や友人とアニマルコスプレを楽しむ姿が見られました。最優秀賞に輝いたのはペンギンと飼育員のコスプレです。イベントは大いに盛り上がりました。さて、次回後半号では、クローズアップモノレールの3回目魅力いっぱい千葉モノレールをお送りします。ぜひお見逃しなく。それでは、今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。